ピッと10円を貼ればいいです。もう貼っただけですからね。なんかね、すごい爽快になりました、はい、ハリキュー殿からこんにちは、ハリウッドキングの上田です。はい、ということでですね、今日は鼻詰まりなんですけども、鼻詰まりさっき言ったなんか結構オールウェイズ詰まってる。オールウェイズ詰まってる。マジですか。ちょっとこうやってみてください。若干でも通り悪いですよね。悪いですね。鼻炎、悪いですね。ああ。ね、これでインタビューの時に鼻炎だとちょっとまずいですよね。なんかね。はい。ということで改善していきたいと思うんですけども、今日使うツボ、また手足のツボを使っていくんですけど、簡単になる方法があるんで、それをご紹介していきます。首にある骨の出っ張りがあるんですけども、これ大椎っていうツボですね。骨の出っ張りの下ね、ここね。大体この辺です。大体ここに2個あるんですけども、首をくるっとクックッと右左回してもらって、動く方ですね、動く方の骨が大椎って言われてますけど、分からなければ大体この辺にっていう形で構いません。大体骨の出っ張りのところに10円を貼ります。10円でですね、上に1円を貼ります。これだけですね。超簡単です。落ち通ったね。左が通りましたね。通ってる感じがする、はい、大成功。鼻通ったいや、これだけですよ。簡単でしょ、これすごいね。貼っとこうかな。いや、本当ですよ。いや、貼っといてください夏以外いけそうですよね。ここ夏以外、いえ、まあまあ大丈夫です、はい、はい。日焼けしないんですけどさ、いはい、ここだけね。いいですね、抜けましたね、今ね。抜けました。ちょっともう一回やってみてください。はい、こっち抜けたね、本当に。はい、はい。じゃあちょっともうちょっとさらに改善したいので、今度は手足のツボを使っていきます。後傾と伸脈というツボを使います。後傾というツボはですね、手を握ってこの出てくる線のところあたります。だいたいこの辺にピッと10円を貼ればいいです。もうあまり細かく考えなくていいです。この10円大きいので、ここにまず貼ってください、10円を。はい、そしたらですね、本来はこうクロスで交差して貼りますけど、今日は両方貼っちゃいますので、あまり考えずにですね、今度は左に貼りましたね。左足に貼りましょうか。はい、新脈というツボですね、この外くるぶしのこの下ですね、骨の出っ張りの下にあります。ここすぐ下に1円を貼っちゃってください。お、なんかいい感じですね。なんか貼ってる間にもちょっと通ってきてるのが分かるっていう、はい、はい、ちょっとこうやってみてください。なんかさっきのゴボゴボゴボっていう感じで貼っただけですからね。なんかね、すごい爽快になりました、はい。これね、花粉症の方でちょっとなんか通りにくいなとか、あとはまあ鼻炎だったりとかですね、うん、アレルギーがあってちょっとなるっていう方ですね、これ貼っとくとすっきりしますから、まず夜寝る前とかですね、朝ちょっとなんかこうだるいなっていう時に貼っていただければと思います。まずですね、首に貼るだけでも結構楽になりますからね、はい、はい、やってみてください。これアレルギーメソッドかなり改善しますので、ぜひやってみていただけたらと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた。ということで、キンメソッドでした。はい、なんかよくわかんないですけどもね、いくつするかね、はい、気をつけてください。危ないですね。クイーンクイーンでキンでした。もう訳わかんなくなってますはい、ということで、はい。